マイソールサウンドは日本の元競争馬で京都競馬場に所属する誘導馬。競争馬時代はマイルから長距離までこなすオールマイティな馬だった。2001年11月24日に中京競馬場の新馬戦でデビュー。5番人気であったが見事に勝利を挙げた。しかし2勝目までに半年を要し。 翌2002年のサツキ賞や日本ダービーに出走することは叶なわなかった。その後、条件戦を連勝し秋には重賞初挑戦となる神戸新聞杯に出走したが12着と大敗。結局クラシック競争には出走できなかったものの格上挑戦となった年末の中日新聞杯で重賞初制覇を達成した。 翌2003年初戦の日経新春杯は9着だったが、自走の京都記念で、重賞2勝目を挙げる。その後、大阪杯4着、金社地賞6着を経て、初めての GI となる宝塚記念に出走。果敢に逃げたものの16着と大敗した。秋には、マイルチャンピオンシップにも挑戦したが11着。連覇を狙った、中日新聞杯も4着に終わる。2004年は、 年明けの京都金杯で、重賞3勝目を挙げると、中山記念4着を挟んで、マイラーズカップで重賞4勝目。しかし、GI 戦線では、苦戦が続き、安田記念は15着、天皇賞も15着、マイルチャンピオンシップ13着と2桁着順の繰り返しであった。2005年、日経新春杯7着、京都記念4着の後、 阪神大賞天に出走、3000メートル級の長距離レースは初めてであったが、見事に勝利、重賞5勝目となった。しかし、天皇賞は発着に終わる。この頃から、それまでのマイル路線から中長距離路線に移行し、秋にはジャパンカップや有馬記念にも出走したが、見せ場は作れなかった。2006年頃からは明らかに成績が、 河口線をたどり、箱立記念や札幌記念等の GIIGE レベルのレースでも大敗を続けるようになってしまう。この年には生涯唯一となるダート戦のジャパンカップダートにも出走したが、やはり15着と大敗した。2007年も現役を続け、天皇賞や宝塚記念に出走したが復活の調理を上げることはできなかった。同年9月、 右前足に故障を発生し2007年9月20日付で JRA 競争馬登録を抹消された。重傷後勝ち馬ながら母の父がサンデーサイレンスということで配合が限られることも影響し、亡き玉もクロスの後継主母馬とはなれなかった。2009年2月14日、京都競馬場引退後、重傷を勝した思い出の地である京都競馬場で馬用の馬となった後、 2008年11月29日に誘導馬として活躍していた。京都競馬開催中は誘導馬としての活動は、もちろんのこと、開門時はファンの出迎えを行うこともある。ありがとうございます。